はい、今回は、ハンドルの上げ下げについて説明していきます。ハンドルの上げ下げは、ちゃんとしてないと、事故につながったりすることもあるので、しっかり、マスターしてください。はい、使うのは六角レンチのセット、4ミリと5ミリ、この2本を今日は使います。まずハンドルの外し方、これは簡単です。ここにあるネジと上のネジ、すべて緩めてください。どんな順番でもいいです。はい、緩めるとこれでハンドルが取れてしまいます。こういうことですね。でハンドルを下げる場合というのは、この状態でこのスペーサーを抜いてください。1センチのスペーサーを抜けば1センチ下がったことになりますね。このハンドルの場合は、この自転車の場合はスペーサーが全部で3つついているので、実質3センチまで外すことができる、低くすることができるということです。はい、例えばこんな風にすると3センチ下がったことになります。上っ方が出ちゃいますね。この部分に外したスペーサーをつけてください。はい、これで上からキャップを閉めれば3センチ下がったことになりますね。で、この取り付け方が大事です。この上っ方のキャップっていうのは、この下にあるフロントフォークを押さえつけて、ここに入っているベアリングを調整する役目も果たしています。ですので最初に横のネジを締めてしまうと、このネジを先に締めてしまうと上をいくら締めても圧縮されません。ですので最初は上から締めていく、ここを先に締めるのはやめてください。横は先に締めずに緩めた状態だとハンドルがこうやって動きますね。この状態で上っ方を締めてください。ある程度締めていくとハンドルとフロントフォークの間にガタがなくなっていきます。ちなみにこれ締めすぎるとベアリングが圧縮されすぎてガタはなくなりますけど、ハンドルが切れなくなってしまいますので気をつけてくださいね。ある程度締めて、はい、このガタガタの状態からある程度締めて、ちょうどガタがないなって思ったところで初めてハンドルを車輪に対してまっすぐになっているかどうかを確認して、横のネジを締めていってください。横のネジ2つある場合には均等に締めてくださいね。で今は、車体によっては、特にカーボンのフレームなんかにあるんですけども、どれぐらいの強さで締めればいいかどうか、トルク表示がされているものがあります。そういうものはできればお店でやってもらうか、トルクレンチを使って適正に締めてください。はい、両方締め終わって最後にガタがないこと、ハンドルがぐらついてないかどうかもチェックしたら OK です。以上です。